ちは、ペガちゃんです。稲妻イレブンゴーストライカーズ2013やっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回は河川敷でいきましょう。はい、今回はね、試合でやっていきたいと思います。で、対戦相手なんですけれども、今回は、フィフスセクターズ。フィフスセクターズでやっていきたいと思います。あれ、俺負け越してんの？なんか、前結構悲惨な負け方したから、確かにそうだよな。早速やっていきたいと思います。始めます。はい、ということで、フォーメーションこんな感じでやっていきたいと思います。今回なんですけれども、もし松風天馬が死んでいたら、ライモはフィフスセクターに勝てたのか。はい、ということで、結構衝撃的なタイトルだと思うんですけれども、というのもですね、アレオリの世界戦だと松風天馬は、死んでいるらしいんですよ。これどういうことかって言いますと、アレオリの世界戦で豪炎寺って沖縄に行かないじゃないですか。これによって起きることというと、沖縄で事故に遭いかけた松風天馬を豪炎寺が救うっていう、このエピソード自体がなくなってしまうんですよ。つまり、アレオリ世界戦では、豪炎寺は松風天馬を助けるということがなくなる。つまり、松風天馬は事故に遭ってしまうということなんですね。さあ、この事故に遭ってしまった松風天馬、どうなってしまうでしょう？正解は、死ぬ。うん、死んでしまうんですよ。これね、作り話でも何でもないし、二次創作から持ってきたことでもないんですよ。この死ぬっていうことを誰が言ったか。日野社長です。これはね、原作者のお言葉なんで、あれよりの世界戦では天馬は死ぬということ。これも答えです。じゃあ、天馬が死んでしまったら、このライモンに天馬は入ることがありません。その状態のライモンで、フィフセクターに勝つことができるのかっていう動画です。で、まあ、天馬がライモンに入らないことでどういうことが起きるか。剣と新助がライモンに入らなくなります。剣はね、フィフセクターのシードとしてライモンに入りましたけれども、まあ、天馬のおかげで改心した。まあ、そういうストーリーがあったんですけれども、まあ、天馬がいないと、まあ、そういうことも起きないので、まあ、ライモンの戦力にはならない。そして、シンスケは、黒の騎士団と戦う天馬の姿に影響を受けてライモンに入ったということなんで、まあ、天馬がいないと影響されることもないので入らないと。なので、この二人はいない状態です。ただ、ニシキは、ただ留学から帰ってきただけなのでいます。影山とかカリアは、天馬の影響とは別で、ただ転校生として入ってきただけなので、これもいますと。まあ、そういった感じになっております。まあ、そんな感じか。ちょっと説明長くなりましたけども、今回の動画はそんな感じでやっていきたいと思います。フィフセクターズです。試合開始だ。さあということでやっていきましょう。ターンよろしくお願いいたします。まあ今回のライモンはね、天馬が入らなかったことによって、まあそこまで成長していない。まあそれでもね、まあ進藤とか錦は決心つけるなってますしみたいな感じで、まあね、ちょっと細かいところまで考えるとキリがないんで、ということでまず進藤、これキャプテンです。進藤キャプテン。そう、進藤キャプテンなんで、今回。うん。まあ、天馬がいてもね、しばらくキャプテンやってましたから。いきますか。まあ、属性負けてるので、ちょっと厳しいかもですね。化身。いきます。さあ、ハーモニクスどうだ？まあまあまあ、これちょっとね、林属性と火属性でちょっと厳しいところはありました。さあさあさあ、まあちょっと化身シュートが厳しいのよ。まあ相手の化身シュート来た時ね、こっちね、三国さんフェイスオブガイアまでしか打てないんで、まあ意外と新助って大事だったんだなと。さあこれディフェンス厳しいな。大丈夫か。化身まずいですね。これまずいな、まずいな。これシュート打たれたまずいな。ああこれやばいんじゃないか。これこれまずいか。シュートロッカー入らない。まずい。これは終わったんじゃないか。三国さん、まずい。ヒタが弱い。面白くなってきた。ヒタが弱いぞ。天馬が入らなかったことによって一番ダメージを受けるのはキーパーなのではないか。まさかのですね、得点力不足とかそっちよりもキーパーの方が結構壊滅的になるのかもしれませんね。ここまではさあどうなるか。あー鬼神だ。これも鬼神テディスドラノンストーム。
技名は超かっこいい。さあこれね、天城がいますけれども、決心シュート打ちそうなやつはいるか。ちょっとこれ波か危ないね。ちょっとダドで止めましょう。アトランティスウォール ダド、 ダッド。ちょっとね、いつもはね、あの動画の展開とか考えて、まあ、相手にもシュートを打たせるって方針ではやってるんですけれども、今回それやってるとね無限に失点しちゃうんで、ちょっと今回はガチでやっていきたいと思います。まあマジか。バニッシングカット怖っ。さあこれ今回のキープレイは錦だと思います。錦はね、これ属性勝ってるので、この武神連山が打てればワンチャンあるんじゃないか。いきます。戦国武神武蔵。武神連山。さあ武神連山どうだ。これはよし、ここは破れる。よし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 、同点ゴールだ。決まったぜよ。最強ゴールキーパー千宮寺に対してしっかりとこれ通用する選手がいた。これは結構でかいですよ。うん、いやマジでこれ錦が留学から帰ってきてなかったら大変なことだったんじゃないかなね。結構錦の戦力も大事という感じになってます。さあこれサイドワインダーいきましょうか。シュート打っておくことが大事なんで、いきます。今だ。サイドワインダー V2。 さあどうでしょう。これはシュートブレイク。まあ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 、これはしゃあない、これはしゃあない。シュートブレイクでしっかりとボールも破壊されていきます。ボール破壊されたのにすぐ生み出してる、無からボールを生み出す戦具じゃないかの特殊能力者なのかもしれません。お、まずい。これちょっと待って、ドリブラザドリブラザドリブラザ、これ来い来い。よし、これどうだ、いけるか。プレスプレスターン、プレストターン、オーケー。相手のヒーロータイム止めた、これでかいぞ。そして光る影山、光る影山、ウッキーウッキー、行きましょう。さあウッキーで、おっときついか。シュートブレイクどうだ。うわーマジか。マジでこれ錦しか通用しないぞ。錦ゲーだ。帝国のこれまずい、まずいっすよこれ。ちょ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 、あぶねー。シュートを打つ直前にホイッスル、ゼウスのアフロディみたいなことが起きましたけれども、さあ後半でございます。ただまだこれ溜まってるよな。さっきヒーロータイムが溜まってたってことはもう一回ピンチが落ちるはずです。まずい、いきなりヒーロータイムだ。ディフェンダー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 がガバガバだ。ああっ、相手がバカでよかった今。認識溜まるの待つか。いやダメだダメだ、打たせたらダメ。よしもうこれはダメ、打たせたらダメ。そしてこのままゲージを溜めながら、ゲージを溜めながら、ブロッカーはいる、こっちにはいる。よしよしよし、こサイドから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 行きます。これどうだ。戦国武神武蔵。武神連山。どうだ、武神連山。うお、何も見えない画面が。キングファイヤー。よしよし、勝ち越し、決まったぜよ。いやーマジで錦が救世主だ。もう彼のおかげですよここまでは。本当に錦いなかったら多分無理だねこの試合本当に。あまずい、あまずい、これまずいよ。おいおいおい、おナイスクラマ、いいスライディング。リアルサッカーだったら多分カードあるけど、えまさか天馬抜きで剣抜きでも勝てるのかフィルスペクターには。これはちょっとあるぞこれ。見えてきた見えてきた。3点目取りに行く間多分ティフィないんだろうな多分。まずい、ちょっと待って、これまずいぞ。あー、なに？これは余裕。ちょっと待って、これは余裕。シュートブロックは？シュートブロックマジでしてんな、このチーム。ほんとに。さあ。ペッ
はい、フェンスオブガイアで、ちょっと待って、よしよしよし、しっかりとこれクリアですよ、しっかりとクリア。ただヒーロータイム来た、ヒーロータイム来ましたね。まずい、ちょ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 、これこっちもヒーロータイムか、こっちもヒーロータイムだ。これちょ待って、まずい、これまずい、まずい、これまずい、バカ、さっきまでバカやで、バカやで、バカやった。ユーセクターはバカ、脳がバカです。もうロスタイム、ロスタイム、もうロスタイム。これね、相手もよし、最後はダド、ダッド。よしよしよし、ダッドして、これ勝ったわ。あ、まずい、これ勝とう。多分もう時間ないはず。もう無駄、無駄って、やめ、やめてやめて、もう終わり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 。ん、速攻にパスしても意味ない。よし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 、勝てました。両者ともに気を振り絞った接戦でした。天馬が死んでも錦がいれば勝てます。まだ